今回紹介するのは「土の中の子供という本です。27歳のタクシードライバーを今も脅かすのは、親に捨てられ、孤児として日常的に虐待された日々の記憶、理不尽に引き込まれる悲虐体験に、生徒の健全な距離を見失った。私は自身の半生を呪い持って余しながらも、 暴力に乱された精神の暗部にかすかな性の核心を探る人間の技と希望を正面から追求し賞賛を集めた新世代の芥川賞受賞作著者初の短編「雲の声を閉録」を平録つい最近何もかも憂鬱な夜に「銃」と読んで中村文則さんの大ファンになりこちらを読みました本当にすごい作家です。 確かかに内容は暗いのかもしれませんそれゆえに苦手な人もいると思いますが私はこの描写力はその暗さを暗さのまま表したのではなく菩薩的な眼差しでその暗さの中にうごめく音を何一つ取りこぼさずに見ながら書いたような文章で読んでいて 悲しみとも慈愛ともつかない深い感情を揺さぶられました。物語の終わりが最高です。死を待ち望むものの中で姿なくくすぶっていた圧倒的な生命の気球の力が爆発します。この世界の皇帝です。読んでいる人の中で闇が消化され癒される物語でもあります。素晴らしい小説であり、 小説の素晴らしさを教えてくれました。芥川賞受賞作だと知らなくても大好きになったと思います。書店で買い込んできた中村さんの小説をこれから楽しみに読みます。私よりも若い方のようなのできっとこれからもずっと読めると思うととても嬉しいです。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。